みなさーん、今休憩中ですけども、美味しいですか？すっごいもぐもぐしてるよ。お腹空いてたもんね。お腹空いたね。なんと実は、まあ本当はここで何で撮ってんのとか結構言ってほしかったんけど、あまりにも自然に。実は今日、先ほど5万人突破しました。チャンネル登録数5万人突破でーす。長かったねった。おめでとうございます。4万人から5万人の道のり。ちょっと待った。感想ぜひお願いしたいんですけど、ね、長かった。このちょうど2年ですね。はい、うん、YouTube 初めて。そう、明日ぐらいでちょうど1年だった、うん、今日か、もう明日、うん、もう、初めてね、撮影した日からすると約2年。ちょうど2年で、スタートダッシュがもしかしたら私たち早かったのかもしれないから、うん、なんかそのペースでポン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 っていけるのかと思った。始まって半年後からのこの1年間伸び悩みがちょっとあったりしてね、試行錯誤しながらやってきたけど、よかったね、うん、ここからちょっと弾みつけていきたいね。一区切りだね。おめでとうございます。すごい。これ明日アップしますんで。あ、そうなの。はい、明日アップします。ノーカットでアップしますんで。皆さんありがとうございました。ゆかわファンもいるからね。そうどうも。いかがですか。え、やってみてですか。2年間5万人って。5万人なんでしょうね。5万人ってすごい数よ。すごいなとは思いますね。なんか当たり前のように、あともうちょっとで5万人、早く行かんかなみたいな思ってましたけど、5万人っていう数字考えるとね、5万人の人がチャンネル登録、ドームだよ、ドーム。そうだね、うん、してくれてるわけですから、その中でどれぐらいの人がこれ今も見てくれてるか分かりませんけど、なんかちゃんと目標の10万人にね、うん、目指したいですね、うん、です。ちょっとじゃあ西田さんに あれ聞きたいんですよ、私。イエーイ。今後の展望、目標。西江チャンネル、はい、やっぱり10万人行きたい。10万人行きたい。それはなんかナンバリング的に行きたいとかっていうよりは、5万人できたんだもん、ゼロのところから。だからなんか夢は大きくね。で、10万人を迎えた頃には次100万人とかなんか言ってられる、なんかそういう、引き続きこのチームでなんか楽しいことやっていけたらいいなと思います。ありがとうございます。ちょっとカメラ回おうか。はい、ちょっとじゃあ最後に、あっという間だけど最後に、はい、見てる人にぜひあのメッセージをお願いしたいんですけど、いつも西江チャンネルを見てくれてる皆さん、いつもありがとうございます。そうですね、このチャンネルがあるおかげでいろんなことにチャレンジすることができてて、私にとっても本当に大事な大事な場所になってます。なんかある意味この西江ファミリーを一緒にやってるスタッフさんたちも仲間たちもそうだけど、この画面の向こう側で見てくれてる人たちももうファミリーみたいな感じで、これからもみんなといろんな、なんだろうな、思い出作っていけたら嬉しいです。これからもよろしくね。ありがとう。よろしくお願いします。高評価ボタン押してください。お願いします。コメントも待ってます。おめでとうとかいいから、なんか普通にも適当なコメントを待ってるよ。怖い。お願いします。ありがとうも下げました。目指せ10万人、イエーイ。レッドさん、はい、頑張りましょう。